涼子のリクエストのキャラウェイというレストランに入り、僕らは食事をした。僕らは星座の話で盛り上がり、その後話題はギリシャ神話にまで及んだ。僕はこの時生まれて初めて天文ファンであったことを神に感謝した。瞬く間に時は過ぎ、僕らは帰途に着いた。帰り道も涼子は存分に峠道を堪能した。父親のことはバイクにしか興味がないなどと言っておきながら、自分も相当のカーキチだ。ロッジに着くと、僕は急いでタイヤ交換をしなければならなかった。チェックアウトの時間はとうに過ぎているのだ。幸いオーナーがパンクしたタイヤを外しておいてくれたので、1時間程度で作業は終了した。僕はオーナーにお礼を言って高崎で買った土産を手渡した。チェックアウトすると言うと、オーナーはもう一泊していくように勧めてくれたが、僕は丁重に断った。涼子がやってきて、お金はいらないから泊まっていけと言ったが、僕はその行為に甘えることはできなかった。また来てね。涼子はそう言うと右手を差し出した。僕は涼子と握手をしながら約束を交わした。涼子は僕の姿が見えなくなるまで手を振った。東京に帰った僕は毎日バイトに明け暮れた。涼子のところに行きたかったが、免許とバイクのローンが残っているため、とてもそんな余裕はなかった。唯一可能性があったのは、バイト先のバイク屋が休みになるお盆だけだったが、母親が帰ってこいとうるさいので仕方なく里帰りした。久々の実家は居心地が良かったが、僕はバイトがあると言って3日ほどで東京に戻った。さらに1ヶ月が過ぎ、クーラーなしの部屋でもやっと熟睡ができるようになった。その日は朝から風が強く、台風の接近が天気予報を耳わせていた。今日はもう上がっていいよ、あと3時間くらいで暴風雨圏内だってよ。バイク屋の親父はそう言って店じまいを始めた。家に帰る途中、僕のバイクは風にあおられ何度も危ない目に遭った。夜になると風と雨は本格的になり、安アパートは今にも潰れんばかりに貸しいた。テレビも映らなくなってきたので仕方なく布団に入ると、突然電話のベルが鳴り響いた。あの、山根涼子です。軽井沢の。久々に聞く涼子の声だ。どうしたんですか？僕の問いに涼子は何でもないと答えたが、その声はとても弱々しく、今にも泣き出しそうだった。僕がどこからかけているのかと聞くと、涼子は横浜のアパートからだと言った。そういえば涼子は横浜の大学に通っていると以前聞いたことがある。僕は涼子のか細い声に不安を感じ、アパートまで行ってみることにした。住所を聞くと、そこは第三京浜の港北インターのそばであることが分かった。ここからは30分もかからないだろう。僕はカッパを着込み、台風の中バイクを走らせた。幸い第三京浜は通行止めになっていなかったので、僕は暴風雨に吹き飛ばされそうになりながらも、なんとか涼子のアパートにたどり着くことができた。涼子のアパートはペンションといっても通用するくらいの洒落た作りだった。まだ新しく、作りもしっかりしている。僕のアパートとは雲泥の差だ。2階の奥の部屋に行き、チャイムを押す。涼子は僕の顔を見るなり抱きついてきた。顔面は蒼白で、体は小刻みに震えている。僕はただならぬ事態を感じ、涼子に訳を聞いた。台風が怖いの。予期せぬ答えに僕は愕然とし、体中の力が抜けた。そして快活で男勝りの涼子が台風を怖がる姿を見て、僕は思わず吹き出してしまった。涼子は一瞬驚いたように僕の顔を見ると急に怒り出した。僕に笑われたことが心外だったのだろう。謝りながらもこらえきれずに笑う僕を見て涼子は、私が台風を怖がるのってそんなにおかしい？と言った。
僕がうなずくと涼子はがっかりしたように、そうかなとつぶやいた。僕がずぶ濡れなのに気づいた涼子は慌ててバスタオルを取ってくると、僕の頭を手荒に拭き始めた。服を脱いでこれを着て。渡されたスウェットは少し小さかったが、いい匂いがした。涼子の部屋は結構広く、綺麗に片付けられていた。必要最低限の家具はシンプルで、性別を感じさせない。今の今まで思い切り抱きしめられていた大きなクッションが原型を取り戻すべくベッドの上でもがいていた。涼子は僕が来たことと僕に笑い飛ばされたことで平静を取り戻していった。風雨も多少弱まってきたようだ。涼子はコーヒーを運んでくると、まさか来てくれるとは思わなかったわと言って微笑んだ。僕は頭の中にあった疑問を思い切って尋ねた。どうしてうちに電話したの？お父さんに電話したのね。そしたらあなたのうちの電話を教えてくれたの。なんだかうちのお父さんあなたのことを気に入ったみたいで。うちの学校女子大だから。涼子はしどろもどろになってこう答えた。僕は納得したようなしないような気持ちだったが、この件はもうこれ以上詮索しないことにした。私がどうして台風が怖いのかっていうとね、涼子は突然話し始めた。私がまだ小学校に入る前のことなんだけど、お父さん九州で開催されるレースに出場したのね。当然私もついて行ったんだけど、レースの前の日に台風が来てて、でもお父さんはマシンのセッティングやら何やら忙しいでしょ。だから私一人旅館で待ってたの。そしたらどんどん台風が近づいてきて、寝てられないくらいうるさくなってきた。それがしばらくすると急にパタッと静かになって、雨も止んじゃったから私不思議に思って窓から顔を出してみたのね。そしたらもう怖いぐらい綺麗な星空で、天の川なんかもすごいの。私なんだか知らないけど魔法だと思い込んじゃって、きっと誰かが私に魔法で素敵なプレゼントをくれたんだって。そう思ったら嬉しくって嬉しくって、外に飛び出していって星空を見上げながら踊ってたの。そしたら急にまた台風がやってきて、私急いで戻ろうと思ったんだけど、風が強くて思うように歩けないの。そのうち風に吹き飛ばされそうになって、そばにあった木にずっとしがみついてたの。お父さんが助けに来てくれるまでの間、1時間近くもよ。その後風邪ひいちゃって40度近くの熱が出ちゃうし、お父さんもレースで転倒するし、散々。それ以来台風が怖くなっちゃったの。涼子は一方的に喋り終わるとため息をついた。それって台風の目？と僕が聞くと、涼子は、なんだ、知ってたの？つまんないと言ってほっぺたを膨らませた。前に一度聞いたことがあるんだ。台風の目の中は素晴らしい快晴で雨も風も全くないって。でも本当にそんなに綺麗なの？うん、今までたくさん星を見てきたけど、あれより感動したことないわ。涼子はそう言うと思い出すように空中を見つめた。沈黙が流れ、僕は突然深夜に女の子と二人きりという現実を思い出した。考えないようにすればするほどそれは僕の頭の中を支配していく。そろそろ帰ろうかな。僕の言葉に涼子は驚いたように、まだ雨降ってるわよと言ってカーテンを開けた。雨は強弱をつけながら窓ガラスに当たっている。でもお邪魔だろうし。何
てんのよ。涼子はテレビをつけた。画面には日本地図が表示され、台風はフラフラとした軌跡を描きながら海に抜けようとしていた。あと少しで暴風圏内から出るみたいだから、そうしたら帰ればいいわ。涼子はそう言いながら僕のカップにコーヒーを注いだ。じゃあお言葉に甘えて。僕は何とか場をつなぐ方法を考え、それとなく部屋を見渡した。後ろにこの部屋には不釣り合いなほどの大きな本棚がある。本好きなんだね。僕が言うと涼子は、でも文字はほとんどない本ばかりなの、と言って笑った。確かにそのほとんどは美術書と星の本だった。友達に、あんたの読む本って本当にビジュアル系ばっかりねっていつも言われるのよ。僕は涼子のセリフの中に出てきた友達が女言葉だったことをなんとなく嬉しく思った。画家では誰が好き？僕の質問に涼子は少し考えてから、ルフィかなと言い、そしてこう続けた。私、綺麗なものを見るのが好きなの。絵でも星でも花火でも、綺麗なものなら何でも好き。僕は目から鱗が落ちる思いだった。僕も小さい頃から星や花火を見るのが好きだ。柄にもなくモネやルノワールなどの印象派の絵を見るのが好きだし、写真にも興味がある。でもこれらを綺麗なものを見ることと一緒くたにしたことはない。それぞれ別のことだと思っていた。しかし言われてみればその通りだ。美しいものを見るのが好きなのだ。僕もそうだと言うと涼子はやけに喜んだ。そして僕の来週の予定を聞いた。水曜日以外はバイトだと答えると、じゃあ水曜日に横浜美術館に行きましょう。ちょうど今デュフィー展やってるのよ、と言った。行くのはいいけど、デュフィーって知らないな。大丈夫、堅苦しい絵じゃないから。お花とかバイオリンとかの絵が多くてとっても素敵よ。きっと気に入るわ。涼子はそれからデュフィーやマチス、フォービズムや野獣派について説明してくれた。内容はいまいちよくわからなかったが、説明している最中の涼子の顔はハッとするほど美しく、僕は思わず見とれてしまった。鳥の声が聞こえてきたのでカーテンを開けると外は明るくなっていた。風はまだ収まっていないが、雨は完全に止んでいる。僕が帰ると言うと涼子は、来てくれてありがとう。本当に怖かったから、とっても嬉しかったわ、と言って微笑んだ。僕はバイクで帰る途中、ずっと涼子のことを考えていた。学校が始まり、僕と涼子は週に 1,2 回会うようになっていた。僕らは夕方、お互いの学校が終わった後落ち合い、いろいろなところに星を見に行った。奥多摩や秩父などに涼子の運転する車で行き、食事をして星を見て帰ってくる。僕らは付き合っているとは言えなかったかもしれないが、お互いの関係に満足していた。夜空にペガサスが輝き出し、牛飼いがその役目を終える頃、涼子は僕を学園祭に招待してくれた。涼子の学校はいわゆるお嬢様校だったので、招待券がなければ入ることができない。友達によるとその招待券はプラチナチケットと呼ばれ、大変価値があるということだ。女子大の学園祭ということで僕は多少緊張していたが、当日実際に行ってみると、屋台や催し物を運営しているのが全て女性というだけで、普通の学園祭と何ら変わりはなかった。涼子の所属するスキーのサークルはクレープの屋台を出店していた。涼子は主に焼き方だったが、なかなか様になっていて結構繁盛していた。涼子は僕を見つけると大きな声で名前を呼び手を振った。それから僕は涼子の友達に取り囲まれ、動物園の珍獣のように物珍しげに観察された。涼子が彼氏を連れてくると言っていたらしく、みんな期待していたのだ。しかし涼子の友達は僕があまりにも冴えない感じだったので拍子抜けしたようだった。そのこと自体は面白くなかったが、涼子に彼氏だと思われていたことはとても嬉しかった。季節は冬になり、
僕たちは試験の準備をしなければならなかった。もともと身分不相応な大学に入ってしまった僕は、よほど頑張らなければ進級すらままならないだろう。僕たちは試験が終わるまで会わないことにした。無事試験が終わり、僕はなんとか2年生になることができた。涼子は当然ながら3年生だ。それからしばらくして、あるニュースが世間を賑わせていた。今世紀最大の彗星が地球に接近するというのだ。目のいい人なら肉眼でも見えるほどの大きさで、日本からでも観測することができる。僕は早速涼子を誘った。しかし涼子は実家のロッジを手伝わなければならないため、一緒に見に行くことができなかった。スキーシーズンで猫の手も借りたいくらいなのだそうだ。涼子が戻ってきたのは3月の終わりだった。ちょっと痩せたんじゃない？僕が聞くと涼子は、そりゃそうよ、せっかく忙しかったんだから、と言った。そして彗星もう見えないのかな、と寂しそうにつぶやいた。実際の話、彗星は関東からでは見えなくなっていた。僕は思い切って涼子に言った。新潟ぐらいからならまだ見えるんだ、泊まりがけで見に行かないか。涼子は2つ返事で OK してくれた。僕たちは涼子の車に観測用具一式を積み込み出発した。関越自動車道を北上し、月夜のインターで降りる。あとは国道17号線をひたすら走るだけだ。苗場に到着したのは昼過ぎだった。昼食をとった後、僕たちは辺りを散歩した。冬の間はスキー客で混雑する苗場も、3月も終わりの平日ではほとんど人はいない。薄汚れた雪に覆われた山には生命の存在は感じられず、どことなく寂しげだ。僕と涼子はほとんど何も喋らず、ただ歩き回った。日が落ちてきたので宿にチェックインを済ませる。案内された部屋は小綺麗な洋室で、ベッドが2つ置いてあった。夕食を手短に済ませ、僕たちは彗星を見に出かけた。車で40分ほど山を登ると、北側が開けた空き地があった。街灯もなく真っ暗なので、よく見えるに違いない。セッティングをしている最中に涼子が奇声を上げた。あ、あれじゃないの？涼子の指さす方を見ると、そこには薄くスプレーで引いたような線が見えた。雲か何かじゃないの？僕は目を凝らしながら言った。しかし、その北の空に輝く物体は紛れもなく彗星だった。すごい、大きすぎて天体望遠鏡の視野に入りきれないわ。涼子は興奮して叫んだ。双眼鏡ぐらいがちょうどいいよ。三脚で合わせといたから見てごらん。大きい、月の直径くらいの長さがあるわ。僕たちは夢中で彗星を見続けた。それからどれくらい経っただろう。僕の靴の上に一粒の水滴が落ちてきた。雨？僕はとっさにそう思った。しかしそれは涼子の涙だった。どうしたの？僕の問いに、うん、なんだかとっても感動しちゃって。僕は涼子を抱きしめ口づけをした。その夜、僕は涼子を抱いた。翌日、僕たちは苗場スキー場に滑りに行った。ガラガラのゲレンデには人工降雪機のおかげで一応雪がついていた。しかし春の日差しを浴びたゲレンデはシャーベットと化し、僕の未熟なテクニックではターンすることがままならない。幼い頃から軽井沢でスキーに親しみ、おまけにスキー部の涼子はウェーデルンでコブ斜面を駆け抜けていく。もっと後ろに体重かけて、コブでジャンプした時にエッジを切り替えるの。冗談じゃない。中2の時に入ったスキースクールでは前傾姿勢が基本だと言っていた。今さら後傾になどできるはずがない。僕にできることといえば、暴言を織り交ぜた直角行でできるだけ早く斜面を下り、涼子に迷惑をかけないようにすることだけだった。そんな僕に気遣ってか、涼子はスキーをスノーボードに履き替えた。前から一度やってみたかったの。涼子は最初こそ転んでばかりいたものの、みるみるうちに上達していき、
僕のスキーと同じスピードで滑れるようになった。僕は涼子の運動神経にも舌を巻いたが、何よりもその負けず嫌いに驚いた。